アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長は11日の公聴会で、年内に利上げを始め、今年後半に保有資産の縮小を始めると説明しました。国内で失業率の低下が続いていることなどから緩和的な政策は必要ないと強調し、金融政策の正常化を進める考えを示しました。